アニョンセヨー、こんにちは、マジュです。はい、今日は韓国ドラマ初心者さんにお届けします。ネットフリックスのおすすめ韓国ドラマ参戦。なんでこの動画撮ろうかと思ったかと言いますと、最近私ネットフリックスさんの方にコラムを書かせていただいたんですよね。こちら、それがなかなか反響がございまして、今までドラマをたくさん紹介してきたんですけれども、やっぱり、こう、ネットフリックスで、愛の不時着だったり、イテウォンクラスだったり、サイコだけど大丈夫だったり、いろんなドラマが流行っている中で、韓国ドラマに興味を持っていただく方って多いんじゃないかなって思うんですよね。なので、そんな方々のために、今回、このドラマ絶対見てほしいっていう観点からお届けします。では、どうぞ。はい。では、まず、一つ目ですね。一つ目は、彼女は綺麗だったです。ネットフリックスでも結構おすすめで上がってくる率が高い動画じゃないかなって思います。っていうのも、デモンクラスをご覧になった方は、パクソジュンさん気になりましたよね。パクセロイくんを演じてたパクソジュンさんが主演されています。セロイって男らしくて、筋が通っていて、強いみたいな印象を持たれがちじゃないかなっていうふうに思うんですけど、デモンクラスではその強い男だったんですが、この彼女は綺麗だったでは、インテリ系ツンデレ男子を演じております。かなりのツンデレでございます。今回は、一サラリーマンと言いますか、雑誌の副編集長としてお仕事されている方でして、幼馴染とも恋愛っていう観点で進んでいくっていう、でもいいんじゃないですかね。話の流れで言うと、パクソジュンさんが幼い頃の初恋の相手がございまして、その方と再婚するんですけど、そのお相手がちょっと嘘をついてしまうんですよ。で、その嘘が原因で、こう物語がどんどん進展していって、ちょっと女に騙されるみたいなところもございます。振り回されるというか、振り回してるんだけど、なんか結果的に振り回されちゃってるソジュンさんも、ぜひチェックしていただけたらなと思います。イテウォンクラスとは違う、こうマイルドな柔らかな印象も楽しんでいただけると思います。本当にクリーンに物語が進んでいきますので、とっても見やすいと思います。はい、ということで次はロマンスは別冊付録です。はい、こちらも甘ラブストーリーでございます。ちょっとこれはね、女子におすすめかな。ちょっとイジョンソクさんっていう韓国でも大人気の俳優さんがいて、ひょろーとね、スラーっとした俳優さんがいらっしゃいます。で、この俳優さんも韓国でも日本でも大人気でして、もう数々の大人気ドラマに出てらっしゃる俳優さんでして、お話とのあらすじとしましては、年上女子と年下男子が繰り広げる甘々ラブストーリーとなっているんですが、ちっちゃい頃から関わりがあった二人がひょんなことで同じ会社の同僚になるんですよ。ただ年下男子が上司で、年上女子が後輩部下っていう関係になって、お家とかでは結構年下男子も結構甘えちゃったりするところもあるんですけど、なんかね、こう会社ではパキッとするっていうオフィスラブを味わうこともできます。っていうか、イジョンソクくんが言ってるヌナーっていうのがもう私大好きでして、もうたまらんね。で、このドラマの見どころっていうと、もちろんイジョンソクさんかっこいいし、ファッション性もすごいあるし、かっこいいんですけど、何よりも女性の生き様っていうところに注目をしてほしいです。で、彼女が子供がいるんですね。イナヨンさんが演じる女性は子供がいて、でシングルマザーなんですね。もともと売れこの、コピーライターというか広告に携わる方だったんですけど、で、そこから、産休なり、育休なりを得て、で、社会復帰するんです。ただ、なんかあなたって昔に活躍してただけでしょとか、そうやって昔の話ですよね。この7年間何やってたんですかみたいなとかを面接で言われちゃったりとかするんですよ。なので、こう、女性のキャリアの気づく難しさだったりだとか、じゃあ女性として、母として、一人の人間としてどう生きていくのかっていう、その彼女の生き様にもぜひぜひ注目していただきたいなと思います。で、もちろんね、胸キュンもやばいんですよ。どんなに甘いかっていうのは、こちら私の動画でぜひチェックをしてくださいね。はい、ではその次いきますね。次はトッケビです。絶対見た方がいいですよ。トッケビはネットフリックスでもこれもね、上位表示されてる超絶おすすめドラマなんですが、韓国ドラマ史に残る名作と言っていいと思います。で、こちらはちょっとファンタジーなお話です。なので、幅広い年代の方に楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。濃い暗いの最初がで、なんかちょっと血が出てきたりとかもしちゃうので、大丈夫、怖くない、これホラーみたいなところもあるんですけど、しかもね、死神とトッケビっていうのが出てくるので大丈夫って思うところももちろんあるんですけど、けど大丈夫
丈夫、ご安心ください。どんどんコミカルになっていきます。お話としては、900年生きたトッケビと女子高生のお話です。やばそうですよね。これだけ聞くとパンチ効いてるなって思うんですけど、さらにパンチ効いてるなって思うのが、女子高生とそのトッケビ、日本語で直訳したら鬼なんですけど、あのトッケビと、あと死神さんが出てきます。このおじさん二人が超かっこいいので、このおじさん二人を語ってる動画はこちらで語っておりますので、皆さんぜひチェックしてくださいね。はい、ただ単なる恋愛ドラマじゃなくて、恋愛ドラマっていうか、なんかファンタジーかける恋愛かける人生みたいな、死とは何かとか、あと生きるってそもそも何みたいっていうのを後半徐々に考えさせられる瞬間がとても多いドラマになってます。なのでちょっと人恋寂しかったりだとか、あと人生についてちょっと考えかけほしいなっていう時に見ると、とっても励まされて勇気出るドラマなんじゃないかなと思います。で、おじさん2人の掛け合いにも注目してください。イケメンおじさん2人のね、もう私大好きです。はい、ということで3本本日はドラマを紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。まず1つ目が彼女は綺麗だった、そして2つ目がロマンスは別冊付録、3つ目がトッケビ、この3つを紹介していきました。ネットフリックスさんでコラボ書かせてもらった時に結構反響があって、ちょっとこれ書くだけじゃ足らないなと思って喋ってみました。次、愛の不時着、イテオンクラス見て韓国ドラマ気になるな、見たいなけど何見たらいいんだろうっていう方々に向けて今回お話ししてみました。はい、ということでですね、私のチャンネルでは韓国ドラマや韓国のことでも、はたまたお食べ物やコスメなどいろんな情報を発信しておりますので、ぜひチャンネル登録お待ちしております。インスタグラムとツイッターも更新しているので絶対フォローしてくださいね、お願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。アンニョー。